さあ皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございますって感じで、今回ですね、今回ですね、ちょっと始めてみたこの生配信はですね、最近ニュースザフットボール、動画をですね、まあ普通に作った後にニュースザフットボールをやりたいなと思ってたんですけれども、ただね、ニュースの動画っていうのは最近できてなかったんで、ちょっと今日本語おかしいですね。うん。ニュースザフットボールっていうサッカーのニュースをですね、こう紹介する動画をずっとやってたんですけれども、ちょっと最近のね、普通の動画が、ニュースのやつできてなかったんで、なんかいいのないかなっていうふうに思ってたら、最近ですね、僕、スタッフ、マネージャーの子がですね、できまして、その子からのですね、まあ、入れ知恵と言いますか、星くんからの入れ知恵でですね、生でニュースザフットボールやったらどうですかと、ね、僕、ニュースザフットボールから好きになったんで、みたいなこと言われまして、あ、それだったらいいなと。確かに生でやるっていうのはいいなと思って、ね、昼にやったり、夕方にやったり、夜にやったりとか、いろいろ実験してみて、どれが一番いいのかなって感じで今後やっていこうと思います。なんで今日はですね、動画作り終わった後にですね、ちょっと今、いろいろざーっとニュースをですね、今日のニュースをピックアップしましたので、それをですね、まあ5位から1位まで振り返ってみて、その中にですね、まあ皆さんのコメントとかが、まあいただけましたら、皆さんからコメントとかいただけましたら、それに反応しながらって感じで、ちょっと新しい形のサッカーニュース番組みたいにできたらなっていうふうに思ってます。なんで、今見てらっしゃる皆さんとですね、そして、この、ちょっと待ってくださいね。今見てくださってる皆さんと、そしてアーカイブでね、見てくださってる皆さん、ぜひともね、まあ、ツイッターの方をリツイートしたりですとか、この動画を、拡散していただけたら嬉しいです。ちょっとね、今回は実験的な感じなんで、実験的に、やってみます。なんで、まあ、毎晩というわけではいかないですけれども、仕事とかない日は、夜にですね、ちょっとこういう風に、配信始めたりですとか、まあね、こういう風にニュースをね、残しとくと、なんか、今のサッカーどうなってんだろうみたいに気になる方見に来てくれるかなとかいう風に思いまして、なんでそういうね、皆さんからの帰りがあるとより一層やりやすいんで、よろしくお願いします。って感じで、今日もです。基本的に30分以内でいつも終わろうっていうふうに思ってるんですけど、短い方がいいなって思って、皆さんが見れるように。なんで、あれ、なんか電話来ちゃった。ちょっと待って、俺 LINE 切ってたのにな。なんで電話来たんだろう。ちょっとごめんね、なんか、誰から電話来たかわかんないけど、今びっくりして切りましたよ。はい。で、びっくりした。ああ、びっくりした。というわけで、まあ、びっくりするような人からのね、言わないんですけれども、そんなね、僕の人間的な小ささが見えたところで、第5位、トッテラムがミラノダービーにスカウト派遣、その目的はというわけで、劇作家さんからのニュースですね。まあ、FC インテルニュースを、劇作さんが通訳しているんですけれども、翻訳しているんですけれども、インテルがですね、トッテナムが、ミラノダービーにスカウトを派遣していたようだと、それが、FC インテルニュースになっていまして、それがですね、ペリシッチ、インテルのペリシッチを見るために派遣してたんじゃないかって言われてるんですね。で、このニュースだと、ミランタインテルの試合にスカウトを派遣していて、インテルの提示額は3500万ユーロ、日本円で44億円と見られていますが、30歳のウィンガーにトッテナムはこの移籍金は高いというふうに感じており、踏み切れないでいるという。で、一応、ペリシッチのね、紹介していますして、2015年8月にインテルに加入したペリシッチは、細かいボールタッチ、足元の技術を生かしたドリブルが武器で、視野の広さとパステクニックにも優れるウィンガー、ここまで在籍4シーズンで、公式戦通算153試合、36ゴールを記録していると。さあ、これを見てですね、まあ、皆さんどう思いますか？このニュース見て。この辺のね、コメント。さあ、他のね、まあ、コメントとかも読んでいきたいんですけれども、ね、そう。エリクセンね。そうなんですよ。ペリシッチ・ショウスキー。エリクセンがですね、トッテナムからマドリー行くんじゃないかっていうふうに予想してる方結構多いと思うんですけれども、僕ですね、エリクセンの後釜探し的なのもあるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、なんで、このミラノダービーのそのスタメンと控え見て、この中からエリクセンの控えだったりですとか、このトッテナムに合う選手って誰なんだろうっていうふうに今ちょっと探してみたら面白いんじゃないかと思うんですね。ってなると、まずインテルの方はですね、キーパーハンダノビッチでフォーバック、アサマーシュクリニアル、デフライヤー、ダンブロージョーで中盤がベシーノ、ブロゾビッチ、ガリアルディーリ。で、スリートップがペリシッチ、ポリターノ、ラウタロ・マルティネスなんで、この中でパスさばきながら前線に出ていくみたいな、そういった役割の選手って、一番、まあ、ペリシッチはサイドのアタッカーと、前線に空中戦用意で出てくから、デリアリとソン・フンミの間みたいな感じだと思うんだよね。ってなると、パス散らしながら得点力もあるって感じだと、ラウタロ・マルティネストップに使われてますが、基本的には、グリーズマン的な、
セカンドトップが合うんで、まあ、ラウタロ・マーティネス。ただ、ラウタロ・マーティネスは今後のインテルの主力になる選手でしょ。で、ポリターノは、インテルがサッソーロだっけ、から買い取る選手なんで、そうなると、トッテナムの、選手、エリクセンの代わりになる選手になるような人はいないなっていうふうに思ってて。で、今度はじゃあ逆に、ミラン誰かって言ったら、こっちにチャルハノールがいるんですよね。うん。一番このね、ミラノ選手の中で、パケタを獲得したばっかりですぐ売るっていうのはないだろうから、そうなると、まあ、ディフェンス陣でね、ロマニオリとかミランのね、象徴になる選手だし、もしかしたらムサッキオとかもあるかもしれないけど、控えにね、誰だっけ、センターバックのカルダラとかいるから。ただ、こんな方とチャルハノール、両足でキック蹴れて、運動量豊富で、うん。でプレー改善すれば前線にも出ていけるような選手になるから、ひょっとするとチャルハノールってライプツィヒに移籍する噂とかもあったし、ちょっと名前出てた選手じゃないですか。なんでミランの財政的に FFP とかね、VR 情報だっけ、そういうのをどうクリアしていくか分かんないけど、チャルハノールが一番ね、このエリクセンのこの後釜的なところに収まるには、保湿候補に乗ってたこともあるっていうのもあって、ちょっとね、可能性があるかなって思って紹介してみました。なんでこういう風にね、ちょっと懐かしいでしょ、ニュースザフットボール。みたいな感じでやるの。はい。香川の動画面白かったです。ありがとうございます。チャルハノールのプレーのエロさとエリクセンの賢さは似てる。うん。やっぱそう思ってくれる方もね。ペリシトルネラ、エリクセン遺留に尽力した方がいいと思う。ね、尽力したいんだけど、だとしてもエリクセンが行きたいって言ってレアルが本気で来たら、ね、そのお金を出せるっていうのもあるだろうし、まあ、違約金とかの関係はわかんないけど、モチベーションの低い選手を置いとくんだったら、換金して、それでいい選手をいっぱい取った方がいいっていうのもあるからね。だから僕もね、取ってのも取ってエリクセンは大事だと思うんですけれども、そうもいかない事情っていうのがね、バルサレアルに狙われるとあるっていうのは、あると思いますね。さあ、そしてじゃあ次の、やつにも行きましょう。第4位。はい、小林節は健在、森保ジャパン初招集の小林勇気、ガミガミやらせてもらおうかなというわけで、はい。小林勇気がですね、森保ジャパンに招集されて、その意気込みを語っていまして、森保監督の印象について、選手主体でみんなで話し合って作っていこうという感じはある。あまりこうしろこうしろとは決めてないのかなというふうに率直に話したというわけで。なんでね、守備に関してはかなり細かく言うようになってるっていう森保さんなんですけど、攻撃に関してはね、まあ、実際の、試合見てても攻撃を細かく言ってる感じはないですからね。その辺が、ピッチ上で考えながら判断してね。その高い技術力をチームのね接着剤的な、うん、パスワークで生かす小林勇気にはやりやすいのかなと思ってますね。で、あとはルールを設けてるけど、その中で選手が何を出してくるか監督も選手を試していると思うって言ってますし、またタッチ制限などの決まり事がある中で、ルールの中でいかに賢く嫌なことをやるか、それは得意なので言われたことをやれない、やれない性格だからっていう風に笑うと、これはありでしょうっていうのが自主的に出てきたら、そのゲームも面白くなる。なしなんてことはないので、ある程度ありなのでっていう風に持論を展開したっていうね。やけにめっちゃ喋ってくれるなみたいな感じありますけど。で、チーム内での立ち振る舞いに関して言いたいことは言う。サッカーが上手い下手、いいプレーをしているしてないではなく、ガツッと要求するとかそういう仕様じゃあっていいのかなと、協調性があって優しくて温厚な人が多い中でガミガミやらせてもらおうかなと思ってるっていう風に言ってて、非常に頼もしいなと思いますね。このオランダを経由してる人、この小林だったり堂安とか、まあ元々がそういう性格なのはあると思うんですけれども、こういった自己主張が強くなってるなっていうのと、あと、この優しくて温厚、まあ優しいかどうかは別にしてクールなイメージがあるっていうか、なんて言うんですかね。こう、口数少ないイメージがある小林勇気の直接のライバルになるのが柴崎岳だと思うんですよね。で、柴崎岳も小林勇気も、このタイプは、なんて言うのかな。小林勇気の方がちょっと細かく味方と連携するイメージあるけど、守備に関して厳しさが足りなかったりとか、戻らなきゃいけないとこ戻ってないとか、なんかそういうところで、監督によっては使いにくいイメージにされる選手だと思うんですよ。なんで久々の小林勇気がこういう風に復帰して、どういうプレーをするか、そういうガツガツさっていうのをね、オランダでアンカーやったりとかして身につけてたら、それこそ面白いと思うし、柴崎岳も、ね、ちょっと俺は代表に呼ばれてるから、ヘタフェでのプレーとかそういうところでね、出さなきゃいけないハングリーさとかがないと思ってて、フットでも言ったけど、そういうところでね、柴崎岳に足りないものっていうのを、もっとね、代表でもこれは地位安泰じゃないなっていうふうに見せてくれたらいいなっていうふうに、見ながら思ってるんですよね。ギュンドアンのがっつり解説してください。ね、そのギュンドアンみたいなプレーしてるのが小林勇気かなという見てて思いますね。さあ、レオさん、コロンビアマジ本気で日本代表に勝つつもりですね。ケイロス監督がね、イラン代表の監督でコロンビアの監督になってて、
で、ドゥパンサパタ、あの選手がね、ちょっと日本人が苦手なタイプっていうか、空中戦馬力で勝負できるみたいな選手なんで、注目だと思いますね。さあ、あとは、小林と、みんなに知ってる、小林がね、前言ってた、みんなに知ってる、みんなの知ってるチームに行くかもとかは、どこへっていう、あれね、意気込みだったんですね。僕、そういうなんか、あるからほのめかしてるのかなと思ったら。でも、まあ、小林勇気に関しては、うん、年齢は言ってるけれども、なんかね、そういう、なんかスペインの、ある程度中堅以下のチームとか、そういうところに認められるような選手になってほしいなっていう、まあね、オランダをこう、見てるスカウトっていうのは当然多いと思うんで、すごいなんかね、気になってますね。気になってるっていうか、小林勇気の今後に、期待っていう感じです。さあ、最近のアンカーはゴリゴリよりさりげなくスペースとパスコースを消せる方がいい。最近っていうかチームごとだと思います。例えば誰だろうな。レアル・マドリーみたいに守備の組織が整ってないところだと、カゼミロみたいに、いっぱい動いてデュエル強いみたいな人が必要だし、逆にこう、それぞれがスペースの、カバーする、そういった連携高いチームだったら、バルセロナみたいに。まあ、ブスケツもそこすごいんですけれども、ただやっぱりある程度、サッカー IQ 高い選手が。ブスケツだとちょっと全部できすぎてあんまり、あれにならないね。どこだろうね。でもバカ横とかは、ちょっと、バカ横カゼミロはチーム選ぶタイプだと思うし、逆にジョルジーニョとかビリアもね、その、フィジカル的に足りてないっていうところでチームを選ぶタイプだなっていうふうに見ていて思いますね。なんで、今後は、すいません、エンドンベレみたいに、どっちもできるみたいなタイプが増えてくるのかなっていうふうに見ていて思います。というわけでいきましょう。第3位。ヴィニシウス、バルサは大きな金額を提示したけど、レアル・マドリーのプロジェクトを信じたっていうわけで、はい。バルサとレアル両方からですね、誘いを受けてたヴィニシウス、今怪我していますけれども、そのね、いろんな監督に対する思いを語ってまして、それが面白いなっていうふうに思ってるんですよね。例えばですね、ロペテキ監督に関しては、レアル・マドリーではうまくいかなかったけど、素晴らしい監督だよ。ヨーロッパで最初に僕が推薦した監督だ。プレシーズンにたくさん助けてもらったことを覚えているって感じで。なんかね、本音がどこまで入ってるかわからないですけど、使ってもらえなかった監督に対してこういうコメントできるっていうのは、なんかこう、なんていうんですかね、IQ が高いっていうか、うん。なんか未来をちゃんと考えながら喋ってるなっていう感じはしますね。モラタみたいに、まだチェルシーに席残ってるのにアトルチコに来れてよかったみたいに言っちゃわないところがいいなって思います。で、あとはサンチアゴ・ソラーリに関しては、僕にプレーするチャンスを与えてくれた。今でも大きな愛情を抱いてるよ。カスティジャ時代は正しくやればファーストチームに昇格できるとアドバイスしてくれたっていうことで、ね、ソラーリになって、ヴィニシウス使われて、そっからね、目覚ましく成長していったっていうのがね、出ていますし、改善しなければいけないところでヴィニシウスが1対1ってこのインタビューで語ってるんですけれども、ね、この改善した状態のヴィニシウスをソラーリに引きさせてあげたかったな、みたいな。それがあったらね、もしかしたらクラシコの結果、1個ぐらい変わってた可能性もあるのかなと思います。で、時代に関しては、今は僕の監督だ。きっとうまくやれると思う。ビデオ見てとんでもない選手だったことは知ってるよ。ソラーリが話すのとは、また違う時代は特別な存在だっていうふうに言っていまして、ね。まあ、これはまあ、そうだなっていうふうに普通に思うだけですけれども。あとはですね、やっぱりこの選手とは連携いいんだなっていう、このプレ、普段のコミュニケーションが現れているのが、ドレッシングルームでの交流っていうところで、同胞のカゼミロ・マルセロの他に、やっぱベンゼマと仲いいと、いつもいい言葉をかけてくれて、僕を元気にさせてくれる選手さって言ってて、で、実際にヴィニシウスがトップチームで、ベンゼマとのね、仲の良さっていうか、連携の良さを見せてるんで、その辺でこのね、やっぱり普段のね、こう、交友関係と、実際のプレーっていうのは出るんだなと。ベイルが、モドリッチしか仲いい人いないって言ってて、で、やっぱりモドリッチからのプレーがね、パスがいいプレーにつながってるっていうのがあるから、やっぱり普段こういうの出るんだなっていうふうに思いました。あとはですね、選手も SNS での出現がキャリアに響く。前、バルセロナに入団決まった、なんとかグアルディオラだっけ？ペップと全然関係ない人で、それがね、もともとカタルーニャを批判する発言をしてて、取り消しになったってことがありましたね。今どこにいるんだっけな？ベイルはね、コミュ障っていうよりは、スペインの水が慣れてないだけで、イングランドの頃はこう、好青年みたいなイメージだったからね。さあ、あと、冨安庄司コンビだとディフェンスリーダーはどっちですか？やっぱり庄司になるんじゃないですかね。でもね、冨安に関しては、今のね、ベルギーリーグでも縦パスバシバシさして、それをね、鎌田が受けるみたいなのあるみたいなんで、冨安と鎌田一緒に使われて、その普段の連携とか出たりとか。っていうか何よりね、両センターバック、ゴールキーパーみんなパス出せるっていうチームになってる日本代表がね、コロンビア相手に見られるかっていうところで。
コロンビア代表よりも日本の方が頭使う選手がたくさん招集されてるんで、さっきの質問じゃないですけど、僕は今の日本代表期待してますよ。そして続いて、第2位。31歳にして森保ジャパン、初招集2年連続ベスト11の西大吾。普通にやればチームの力になれるっていう感じで。ね。やっとかっていう感じですっていうふうにコメントしていますし、西に関して。ね、ヴィッセルの西、31歳で招集されましたけど。あとですね。あ、ちょっと待ってください。鼻をかましてください。ごめんね。さあさあさあ、ごめんなさいね。あとは、これね、普通にやればチームの力にはなれる、アピールっていう方向に行きがちなんですけど、やっぱり大事なのはチームを勝たせる、チームが勝つことなんで、そのために一人一人が仕事をできるといいかなと思いますと。これ本当大事で、よくね、ストライカーはエゴイスティックにみたいな。いや、確かに逃げるストライカーはダメですよ。自分が得点決められるときに。よくね、素人のフットサルでやる、誰もシュート決めないで回してるみたいな。あれはダメですけれども、スアレスだったり、あとクリスティアーノ・ロナウドが衰えてきたって言われてから、レアルでまた復活したときだったりとか、味方を使うのがめちゃくちゃ上手くなってるんですよ。なんで、あと僕の世代とかの人に伝わるのは、ルカは、パスを覚えて1対1決められるようになるみたいな。1対1で抜けるようになるみたいな。そういったところで、やっぱりこの平常心、今はパスを出すときっていうのを分かる選手、今はシュートを打つときっていう、そのベストの判断の上でシュートがあって、ベストの判断の上でパスがあるっていう、そのね、邪心がないっていうところがすごい大事だなと思って、西の発言いいと思うし、逆に今日の動画で取り上げてる、なんか香川にね、ゴールを決めろとか、もっとエゴイスティックになれみたいな、そういったところの考え方っていうのは、結果を出してる選手っていう、そういうね、ちゃんとソースがあったところで話すとしたら、それは良くないことっていうか、なんていうのかな、こう、ゴリゴリ行くことが全部得点とか結果につながるわけじゃないっていう。それによって味方もパス出してくれなくなるとかありますんで、なんかこの西の平常心が楽しみだなっていうふうに思って、ここで紹介しました。そう。ユベントスの高齢化はもうずっとですからね。その能力が宇佐美にあれば、宇佐美に関してはね、なんかそれだけじゃなくて、まあ日本のこのサッカー教育とか、あとはね、もう大事なところで、その西野さんとかも呼んでて、あのプレーで呼んじゃダメだから、やっぱり日本の指導者全体の問題、宇佐美が悪いっていうより、宇佐美が出会ってきた人たちの問題だったりとかもするのかなっていうふうに、思いますね。さあ、デブライネって今どうなってるんですか？最近名前聞かないですが、怪我をしていますね。はい。さあ、西ってベイルにボコられたような、そこもなんですよ。あれね、僕、他のいろんな媒体でも言ってるんですけど、西のところにボールが来ちゃう前線からの守備とかを整備できてない。あの時の、ドイと、誰だったかな、もう一人外国人のセルジーニョか。そういったところの前線からの守備とか、あの強いレアルマドリードと当たるのに無策に見えるような守備の組織を作っちゃっている、大岩監督どうなんでしょうっていうふうに思いますし、僕なんかが言わなくても、現役時代に一緒にセンターバックのコンビを組んでる、岩政さんが実況中継で思いっきり言ってますんで、ね、その辺なんか大家さんも分かってて直せないところなのかなっていうふうに、見ていて思いますね。というわけで、行きましょう。最後、第1位。ゆうべゴールキーパー、昔の仲間について暴露。酒好きと傲慢というわけで、シュチェスニー。僕、シュチェスニー大好きで、はい。このね、シュチェスニーが、ファンペルシー、そしてナスリ、そしてアレクサンドロ・クレブ、全部ね、アーセナル時代のチームメイトなんですけど、その選手たちに対してのですね、発言をしています。どんなことを言ったのかっていうところなんですけれども、これですね、YouTube チャンネルのフットトラックというインタビューの中で言ったと。で、フレブに関して、彼はサッカー、フレブは後で紹介しましょう。まず、ファンペルシーに対してはですね、いい思い出が残ってないようだって書いてありますね。彼はかなり傲慢だ。彼がマンチェスターユナイテッド行き、翌年にタイトルを獲得したことは僕は受け入れなくては、いけない。しかしながらその後彼は控えに回ることになった。トルコへ移籍し、彼の偉大なキャリアは終わりを迎えたというわけで。まあ結構年いってましたしね、その、衰えて言ったらあれですけれども、まあそれは当然サッカー界であることですから、なんとか失敗したみたいな感じで言ってんな、みたいな。そういうふうに思いましたし。あとは、ポーランド人は、元チームメイトに関して、他の選択をすることができたかもしれないし、アーセナルでより多くのものを勝ち取ることができた可能性があるっていうふうに言っているのと、あとナスニーに関して、彼はいつもギャングスタータイプの人間だと考えていた。まあこれは全員同意ですよね。そりゃそうだろうっていう。ね。まああコカインじゃないっけ？なんか、普通に出場停止にもなってましたしね。
で、みんなが学校の中でこのような人物を知っている。強くて大きい友達と行動し、そのことが彼を素晴らしいと考えさせる。まあ、お金でシティ行ったっていうのもあるのかもしれませんけれども、ただシティでのプレーだったり、他のチームでのプレー見てても、サッカー IQ 高くて技術高いですから、まあ、それだけね、いろんなチームが、欲するのを、ナスリが欲するのもわかりますし、僕なんかこういうね、ロマン派に見えてちゃんと能力も伴ってる選手っていうのは好きなんで、友達だったら嫌ですけれども、まあね、こういった、シチェスニーがですね、評価を落としてるナスリのことをちょっとフォローしてあげたいなって思いつつ、最後フレブですね。彼はサッカー界でさらに多くの成功を収めることもできたかもしれない。まだ先には素晴らしいキャリアが残されていたが、彼は飲むことが好きだったっていうですね。このね、アーセナルってベンゲルが食事改革とか、そのね、お酒とかアルコール取らせないようにとか、そういうね、改革をしたチームで、そういうふうに言われる、まあ、人なんですけれども、ただですね、このフレブについては、アーセナルで活躍した後、バルセロナ来てるんですよ。で、バルセロナでほとんど出てなくて、もう構想外みたいになってて、当時からこの素行がね、問題視されてたんですよね。で、その辺で、このフレブちょっと、調べてみたんですよ。そしたら面白いの出てきたまして、まずですね、これですね、フレブ、バルサ時代の失敗を認めるっていう、ね、やつで、ペップ監督の、この時の記事を読むと、フレブは、バルセロナで試合に出て成長するために必要なものを兼ね備えていったと思う。でも全て僕の責任だった。あまりに居心地のいいことばかりを選んでいたし、僕の性格も成長を妨げる要因となってしまった。ね。だから、やっぱお酒飲んでいたってことを、あまりに居心地のいいことばかり選んでいたってこうね、なんかかっこいい感じの詩的な言い回しみたいな。ね。エッチのことを曲の中では重なり合ったっていう感じですよね。うん。で、あとは、そして監督の決断を悪い方に考えすぎてしまった。そんなことより厳しくトレーニングすることに集中すべきだったのにね、と。ね。このペップが自分のことを嫌ってるみたいな風に考えたみたいなことでしょうね。で、他の記事も出てきたんですけれども、バルセロナ時代を振り返るペップっていう感じで、ペップを無視していたっていうやつが出てきましたね。グアルディオラとは常にやり合っていた。彼の言うことを聞かなかったんだ。チームに溶け込むためにカスティーリャ語を、受講すべきだとアドバイスをしてくれていたのに、それさえもしなかった。カスティージャ語。あれなのかね、カタルーニャ語のことなのかね、これ翻訳が違うのかもしれないけど、それさえもしなかった。カスティリア語があったらすいません。とてもナーバスになっていたんだ。やっぱりね、言葉の問題っていうのはさっきのね、ベイルに通ずるところがありますね。で、僕自身の性格に問題があった。クラブでプレーを続けなかったことは僕の過ちだった。当時はバルサでの私生活に馴染めずストレスを抱えていたんだ。こういうね、私生活に馴染めずストレス抱えるパターンの人がいるんで、最近ね、スポーツディレクター、セビージャのスポーツディレクターに復帰したモンチなんかは、自分の選手時代の経験とかを踏まえて、馴染ませる役みたいなのを、チームの中に用意してるんですよ。なんかそのコーディネーターみたいな。なんでこういうの大事なんだなって思いましたし、あとは、ペップとは大声で言い争って、幼い子供のようにね、自身の振る舞いが愚かだったし、彼を無視していた。これね、言い争うだけペップいい人だなっていうか、ペップは、このフレブのこと好きだったんだなって思うのが、イブラに関しては、ビールケースなんかを、なんか、箱かなんか投げられてみたいな、控室で暴れ回ってモーリーニョにビビったんだろ腰抜けかとかいうに言われて、それから全無視っていうね、そういうのをやってるペップなんで、なんでね、イブラが入る前の時期にいたね、フレブだったんで、なんでね、この頃はペップ言い争い行きで、その後にイブラとかで無視する期間に入って、その後リベリーとかでこの人によって対応を変える気みたいに入ってくるのかなっていうふうにそういうふうに思いまして、で最終的には、フレブは当時のこと、これ今ね反省したみたいな、ペップのことを悪く考えてしまったのかもしれないみたいなね、そういうふうに言ってたんですけど、最終的にですね、ペップは最高の監督ではないっていうインタビューが出てきまして、それによりますと、ガルディオラが世界一の監督ということじゃない。彼のチームには最高の選手たちがいたんだっていうね。あいつがすごかったわけじゃないみたいな。確かにそうなんですけど、ペップ自体もね、自分のね、サッカーはいい選手いなきゃできないみたいな。なんで今のね、まあサッカー界、例えば、去年のね、チャンピオンズリーグの決勝で言ったら、レアル対リバプールで、ね、控えにベイルがいるレアルと、控えにサラーが怪我したら、コンディションの悪いラランしか出てこれないリバプールの差が出たっていうのもあるんですけど、そういったサッカー総力戦みたいなね、フットボリスタの今回の特集になってましたけど、そういうところが出てるんだなっていうふうに思いつつ、ね、フレブのこの情緒不安定感、ペップをよく言ったり悪く言ったり、よく言ったり悪く言ったり、最終的には、ね、あいつ飲みすぎてたよってシチェスに言われて、今なんならもっと飲んでんじゃねえかっていうのがある感じ。こういうのが面白いなっていうふうに思いまして、ね、ちょっと今回紹介してみました。こんな感じで、いかがだったでしょうか。ね、
ちょっとね、皆さんのコメントをですね、いろいろ、まあ、いじりながら、こういうふうに、ニュース読みながらって感じで、毎回ですね、まあ、いつもの生配信と違って短い時間ですけれども、こういうふうに残すことによってですね、今日のニュースだけちょっと振り返ろうかなっていうふうに、思ってくださった方がですね、こう見てくれる、そんなね、こう、建設的なアーカイブになればいいかなっていうふうに思って、やってみました。なんでね、まあ、普通の質問配信とかはですね、また、昨日だっけ、おとといだっけ、ふっと終わった後とか、そういう時間見つけてやりますし、ね、あとは、イベントとか、バルサなんて大嫌いっていうイベントを5月11日やりますんで、そちらの来ていただけたら直接ね、コミュニケーション取れますし、結構喋るのは好きな方なんで。なんでそんな感じで、またレオザフットボールをいろんな形で楽しんでいただけたら嬉しいです。そんな感じで短い時間でしたが、ありがとうございました。また明日以降もですね、時間がある仕事がない日はですね、やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、おやすみなさい。バイバイ。